オニキスは、島上の玉髄の一種。メノウとオニキスの違いは、島の形状だけであり、メノーの内平行な島のあるものがオニキスである。オニックスは、同じ綴りのラテン語に由来し、語源は、爪を意味する古代にシャ語の、ニュープシロンクサイ。肉のような色合いの場合には、オニキスは、指の爪に似ていると言われることがある。ネールも、同根語である。オニキスの原石は、 世界各地で産出する。アルゼンチン、オーストラリア、ドイツ、チェコやイギリスのスコットランドなど。主成分は、塩に。比重は2.55から2.70。モースコードは6.5から7。セキともトも岩石の細かい連章からなり、陰微章質である。オニキスの島の色は白色を、はじめ、ほぼあらゆる色のものがある。一般には、オニキスの標本にある島模様は、 黒色や白色である。メ目脳には、玉ねぎのように同心状に島が成長したもの、平行に島が成長したもの、レースのカーテンのように島が成長したものなど、様々なものが存在する。そのメ目脳の,の中でも平行な島状模様があるものがオニキスであるが、オニキスを単にメ目脳とも呼ぶ。ジェンマ・オーガステをタンパク石質,質と石英質の部分が交互に配列するため、 島状に見え、黒色と白色が綺麗に相乗になっているものは、古くから亀尾細工の材料として用いられている。島を活かしたデザインにされる場合と、単色部分の実を用いたデザインにされる場合がある。ありがとうございます。